下道場のマリコです。素肌美人へようこそ。今日は、ちょっと今作ってみたブレンドがあるんですが、今日すごく寒いので体が、縮こまってしまうので、ちょっとリラックス作用のあるビンデンレモンバーベナですね。こちらがもうリラックス作用と、あと消化促進作用というのがあって、やっぱり胃腸が寒くなるとどうしても弱ってくるので、それにもすごくおすすめですし、夜不眠症の方とかですね、よく眠れない方はこちらの2つとかすごくおすすめです。ビンデンとか特におすすめです。で、あとはこちらのいつも言ってますが、ビタミン C の爆弾と呼ばれるローズヒップ、これはやっぱりビタミン C ってすごく大事なので、体にとってですね。なのでこれはもう私は必ず入れるんですが、もう美肌にもすごく特化してます。で、あとはもう冬のその免疫力を高めるためのエキナセアですね。エキナセアとローズヒップのこの2つのブレンドもすごく相乗効果があるので、この2つですね。あとはエルダーフラワー、これも寒い時期とか春先とかですねによく使われるハーブティーなんですが、やっぱり免疫力高めたり抗ウイルス作用があるので、喉とかですね、咳とか痰を出してくれたりとか、あと鼻水も悪いものを出してくれたりするので、それにもすごく粘膜的にもおすすめです。で、この5種類をブレンドしたものがこちらなんですけど、ハーブティーは 2.5g ずつが1回分です。ぜひ飲んでみてください。絶対いいと思う、このブレンドは。で、ほら飲みやすい、バーベナも飲みやすいし、リンデンも飲みやすい、優しい作用がある。エルダーフラワー優しいですね、全部優しい。この5種類のブレンドはちょっとおすすめです。小さい子供とかいるだ、これも優しくて幼児から使えるハーブなのね。リンデンで、子供がほら落ち着きがなかったりするじゃん、落ち着かない子供とか、ギャーギャー言ったりとか、よく泣いたりする子供に飲ませると体がすごくリラックスして落ち着きが戻るって言われてる、子供の。今回5種類とも全部子供 OK かな。そのエキナセアも大丈夫なんだけど、エキナセア自体がちょっとほら飲みにくい、単品だと飲みにくいけど、この5つのブレンドしてあげたら子供も飲むかも。あ、優しいです、子供にも優しい、子供から年配まで。近畿は特にそうですね、ないないです。ただ飲みにくいか、もちろん乳幼児とかはダメだけど、幼児は大丈夫です。